はい、皆さん、メリークリスマス。メリークリスマス。はい、というわけで、はい、3番目の登場は私たちチーム G です。よろしくお願いします。皆さん、今日はね、クリスマスパーティーに参加いただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。この間のハロウィンに続いてね、ここのホテルワンダーリーさん、あの前橋マンキュリーさんに本当にね、お世話になって、本当に今日も素敵なね、お料理と、こんな飾り付けもすごい、いつもね、本当にね、デザインをしてもらって、ね、皆さん、今日、拍手拍手ね、すごい、楽しいクリスマスパーティーになりますね。はい、はい、今日もね、この後まだ抽選会と、あったりと、はい、皆さんにね、すごく思い出に残るようなクリスマスパーティーにね、していけるように、私たちもね、まだこの後もね、ライブと抽選会、やりますので、皆さんぜひ今日楽しんでいただければと思います。はい、自己紹介はいつやる？自己紹介やります？ポイントやります？やりますか？チーズやる？じゃあ、マカさん。はい。はい。じゃあ、はい、今日のファッションのポイントは、リボンの靴と、このドレスの色合いをちょっと合わせてみまして、でこれ実は約10年前くらいに買ったドレスなんです。そうなんです。そうで、着ていなかったの今日ね、着てみようかなと思いまして、はい、着てみました。シックな感じに決めてます。はい、まずはボタンボタンです。よろしくお願いします。はい、皆さん、メリークリスマス。最近こと加藤さやかです。お越しいただき、とても毎度ありがとうございます。ね、本当にこうしてね、都議団としてのクリスマスパーティーは何年もね、やってるんですけれども、今年こちらのね、ワンツースリーホテルさんで開催できたことが本当に嬉しいです。皆さん、お集まりいただきありがとうございます。あ、なんかファッションポイントか、忘れていた。ファッションポイントはピンクです。ひなちゃんとかぶせてまいりました。そう、そのコーデ、素材感はね、全然ベロアじゃないんですけどね、冬っぽくていいですよね、ゆなちゃんね。これはお友達の結婚式に行くのに買いました。そうだからね、この写真を見た時に、さんよりも目立ってたもんね。そんなことなく、ブログに載せたんですけど、そんなことなかったですよね。一緒目立ってたよ。ねえ。今日はね、どのメンバーよりも目立っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、りくちゃん。はい、みなさん、メリークリスマス。メリークリスマス。りくきです。今日のファッションポイントは、全身黒に統一して、アクセサリーをシルバーとパールにしたところです。かわいい。新衣装みたいになっちゃいました。そう、後ろが長くて、かわいい新衣装とかぶっちゃったんですけど。はい、そんな感じです。今日よろしくお願いします。リブちゃん、ラストアーちゃんお願いします。はい、皆さん、メリークリスマス、アーちゃんです。よろしくお願いします。アーちゃん。私のファッションポイントは、このドレスはですね、妹と兼用っていう形なんですけど、妹が主に着てる。ね、だってあーちゃんっぽくないですね、この色使いね。でも私も着たいから私が選んだんですけど。あ、そうだったんだ。二人が一番合う色がここかなと収まったので。あ、でも似合ってますよね、ブルーも。意外ですけど。あとはチミズのメンバーの葵ちゃんのお母さんが作ってくれたこのイヤリングをしてるのが今日のポイントかな。うん、かわいい、ですかね。ですね。はい、今日はクリスマスパーティーみんなで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、なんか変な空気だね。変な空気、みんなお腹いっぱいで眠くなっちゃった。
もしもちょい急いでしまう。ああなんかこれ、ね、ああ自分たちで用意しまう。これ通りづらいけど、あれ通りやすい。あ、いいよ。だって見てないかな。あれかな、さっき下げてもらったやつがあるかもしれない。ちょっと上げてもらおう。ちょっと上げてください。すいません、ワイヤレスです。毎回ね、あれだね、クリスマスパーティーの時は、はい、なんかちょっとね、クリスマスっぽいカバー曲を披露させていただいてるんですけど、はい、今回、さやかさん、どんな曲を披露しますか？はい、なんか今年ね、とても迷ったんですけど、でもやっぱり、せっかくね、カバー曲やるからには、皆さんが知ってる、ご存知の曲をやるのがいいかなと私は思いまして、おととい、勝手に決定して、2人に練習してもらったんですけど、あーちゃんとか、この曲、多分、だよね、そう、世代がないかもしれない。皆さんは世代ですよ、きっと。そう、だからね、でも一生懸命覚えたので、ちょっと私風邪気味なんですけど。私も風邪気味なんですよ。マミちゃんもだよね。私は大丈夫です。マミちゃんだけに頼りましょう。頼りましょう。はい、それではお願いします。はい、それでは聴いてください。デリクリ。Thank you.
チーム陣で最後の曲いきましょうかね。はい、もう赤木さん今年これで最後っていうファンとかっていますか？あ、もう最後、永遠に最後。そっか、じゃあそのね、ファンの皆さんありがとうございました。あの本当にね、2018年、たくさんの方にね応援してもらって、あのまだまだね12月23日はワンマンライブが控えていますので、皆さん今日もねあのいろいろチケット発売してますので、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。お願いします。お待ちします。じゃあもうちょっとね2018年の終わりということで、この曲で終わりたいと思います。それでは聴いてください。またねってバイバイ。イサヒバイバイ。Thank you.
その後は抽選会の方に移らせていただきたいと思います。皆さん、受付で抽選券買った方いますかね。